回はしめ鯖を使ってペペロンチーノ。鷹の爪をハサミで切りす。ニンニクは潰してみじん切りにすると香りも出やすくなりいいですよ。塩を入れて味見をします。パスタをボイルして沼にしめ鯖を切っていきます。オリーブオイル、ニンニクの香りを移していきます。しめ鯖を焼いていきます。しめ鯖を一旦引き上げます。表示時間より早めに揚げます。パスタの煮汁で乳化させていきます。ソースを作る感じでやりましょう。乳化ができたらしめ鯖を入れて煽りましょう。美味しそうに盛り付けましょう。完成。